いらっしゃいませ、ラブラジへようこそ。はい、というわけで始まりました、2023年4月22日第39回ラブラジです。このラジオは毎月2回、第1土曜日、第3土曜日夜8時に投稿。ゲーム好きなラブラドールの私が同じくゲームを愛している仲間をお呼びしたりして、ラブなトークを展開していくラジオとなっております。というわけで今夜はスンさんに来ていただきました。はい、お願いします。どう、終わりました。長めにしてみたんだけど、どう？イラッとしたじゃあ次もこれでいくわん？今えって言った？言ってないよ。言ってない。え、やめてよあれ怖い話してる怖今えって聞こえたんだけど、何？え、それ多分このヘッドホンから聞こえてんじゃなくて、隣にいいんじゃないの？あ、ほんと？ヘッドホンから聞こえてるんじゃなくて、ほんともう部屋の横にいるとか、そういう感じじゃない？マジで？まあ、うち聞こえなかったもんだって。ちょっと飛ばさないでよ、スンさん、生き量邪魔なんだけど、ちょっと相当なんか恨んでんだろうなはい、というわけでどうでした？1ヶ月半ぐらい空いたんだね、スンさん的には。そうだね、うん、今月の初めはちょっと、うん、多忙につきお休みをいただきました、こっちのバイト。うん、すいません、急に穴開けちゃってシフトに本当だよ、初めてのライブ配信になったんだから。本当すいませんなんであれライブ配信にしたんですか？いや、だってさ、まあ10日ぐらい前だったかな、スンさんにちょっと今日、うんうん、あ、今週無理そうって言われたの。うんうんうん、そんぐらいかな。だからそう、そっからゲスト探すぐらいだったら、まあ初めて実験兼ねて、うんうん、ライブ配信いいんじゃないかなと思って。どうでした？盛り上がりました？いや、あのね、やっぱね、ちょっとね、はい、違うね、なんかすごい、生だと？そう、楽しいんだけど、うん、めちゃくちゃ楽しいんだけど、うん、言っちゃいけない言葉とかちょっと考えながら何言ったのいやいや、だから言わないように慎重になるというか、心、言葉選びに、じゃ、言葉がちょっと詰まっちゃうとこもありつつみたいな、うん、そうそうそう。あ、確かにね、うん、言っちゃいけないことをいつも言ってるみたいになってるけどいつも言わないんだけどそんなに言ってないんだけどね。そんなに言う人じゃないし、私自身全然なんか1週間に3回聞ければラッキーかなぐらいだよね。言わねえだろそんな言わないか、あれ年一 言うか言わないかねいや、ただね、もう本当にそのちょっと言葉に詰まったところとかも、うん、あのカットできないからそうね、そう、ちょっと怖かったりしてまあ言わないだけよかったじゃん。うん、そうだね、年一の悪口が悪口は別にいいんだ。悪口ではねえな、悪口はいいんだ、悪口はいいんだ、なんならいいんだ、うん、全然いい、悪口や年一の NG ワード。うん、いや、だからちょっとね、緊張しましたね。まあいい経験になったんじゃないですか。うん、全然もう毎週ライブ配信ならライブ配信でもいいかなっていうのは思ったぐらいだった。楽しかったから。あ、なんか話しやすそうだよね、うん、一人でやるんだったら。そうだね、やっぱね、やっぱリスナーの声が返ってくるのってめちゃくちゃ楽しいというか嬉しいしね、うん、完全雑談配信みたいな感じだったけど。あー、いいじゃん。まあでもなんかね、ラジオっぽく私の喋りたいことも喋れて、はい、面白い回になりました。あー、よかったです休んだからやりましたで、どうだったの、スンさん的には。あー、そのお休みいただいた1ヶ月半ですか。うん、まあこれといって特に何かしてたわけじゃないですけど、うん、おー、なんだろうね、もう仕事と動画撮っ
ってっていうのをやってると1週間終わるじゃん。それがなんかすげえ早くて、でも来月スケジュールどうなるかなみたいな感じでちょっとスケジュール帳開いたら、あれみたいな、あれ休みなくないみたいな事態になってた。そんな忙しいの？いや、なんか忙しいんだよね。いえ、マジで1日24時間本当に足りない85時間欲しい。85時間は死んじゃうねそのうち30時間ぐらい寝たいけどいやー、わかるわ。でもわかるでしょ、ジェキさんなら。逆にさ、なんか、20時間ぐらいにして、で、なんか、その仕事量半分とかにして、体力があるうちに寝れる状態っていうのが理想だけどな、私。確かにね。よし、寝るぞって寝てる最近。だから、もう本当に、動画編集しながら寝たりしてるからえ、ジェキーさんちってベッドあるんだよね、ちゃんと。ベッドはね、ある。あ、じゃあよかった、ちゃんとあるんだ一応多分前は使ってたんだろうなっていうベッド今じゃあ何、ベッドであんま寝れてないの？いや、だから半分ぐらいかもしんない。半分はちょっと言い過ぎだ持った持ってなんぼだよ。7、8割ぐらいだね、ベッドで寝るの。残りの2割何？床？ 2、3割はだからもう本当に編集しながら椅子で。椅子で？うん。寝落ち多くなっちゃったな、最近。けえな。いや、多くなるよ。うん。7割しか寝てないんだもん、ベッドで。いや、なんかさ、うん。全然なんだろうな、体力まだあるなって思って、で編集始めんだけど、編集始めて10分あたりからもう覚えてなくて猛烈な眠気がなんか変な場所でさ、全然話がつながってる状態の場所でカット割り入ってたりして、うわー、なんかめっちゃわかるわ。何のカットだっていう。そう。ここの何をどこまで削ろうとしてんだっていう。怖いよね、あれ。そう。記憶にない編集が入ってるんだよね。うん。わかるわ。まあまあ、だから、なんだろうな。もうちょっと。うん。なんだろう。日付変更する時間を変えてほしい、24時間だからね。12時から12時で終わっちゃうからね。そう、1日が。おう、もうちょっと増えたらいいんだけどな。昼の日と夜の日に分けたらどうだろう。何、昼の日と夜の日って。1日を12時間にして。あー、今日は昼だけの日。そう。明日は夜だけの日。そうそう。どうなんだろう、それ。楽しくない？でも、なんか。ちょっと楽しいかも。しかもなんか、結局今さ、24時間で生活してんじゃん。昼と夜がある生活。うん。で、昼だけ夜だけになったらさ、寝るの2日に1回とかになりそうじゃない？そうだね。ちょっとお得感あるよね。いや、それ結局変わんねえだ。バレたかバレた。違うんで、なんかさ、結構さ、睡眠ってさ、細かくとっていけるじゃん。いける？細かく寝れる？なんか、なんだろうな、日中に、ちょっと時間寝たら、結構体力回復するっていう時あんじゃん。あるかも。お昼寝して夜寝れないとか、そういう感じだよね。そうだったら12時間で区切っちゃえばさ。確かに。めっちゃ効率いいじゃん、それ。めっちゃいいと思うよ。ちょろっと寝て、昼間活動して、でちょろっと寝て夜活動して、そうみたいなことだよね。そう、永遠にいけんじゃん、それ。めっちゃいいじゃん、それ
え、なんで誰もやんないそれ。いや多分会社が許してくんないから。会社昼にちょこっと寝るの許してくんないかな。許してくんない。ダメか。いやいいじゃん。でもちょっといい生活の形が見つかったね。うん、そうだから最近は、うん、忙しいからさ、うん、JK さんほどじゃないけど、うち毎日床で寝るようにしてる。え、ベッドで寝ると起きれなくて、おう、普通に仕事遅刻すると思って、おう、床で寝て体バキバキで起きてる。はあ、はあって何。はあって何やねん。いやだって全然休まんないじゃんそんな。いや一応寝てるから休んでるよ。え、あれでしょ、布団とか敷いてないんでしょ。あ、敷いてないけど、あの、もともとカーペット敷いてあるから。おお。そこにベンって横になって、おお、バンって毛布かけて寝てる。あ、毛布かけんだ。寒いから。ベッド行かないのそれ。いいかな。ベッドだともう柔らかすぎて、おお、寝ちゃう。12時間寝ちゃう。危ない。え、どんだけブラック企業なの。じゃあうちが多分ね、こう、おう、タスクをこなす効率がすごく悪くて、仕事は別に定時で終わるんだよ。おう、定時で始まり定時で終わり、お帰ってきて、おあ、編集しなきゃ、あでも洗濯もしたいしなーって、スプラトゥーンやってるからいけないよ。あー、おう、分かってんだけど、おう、もう止まらねえんだよ。あー、心配して損したな。心配はして、言うてそんなにやってないから。ただゴミみたいな生活してるだけ。ゴミが気持ちいいんだよな。ただゴミみたいな生活気持ちいい。うわ、明日仕事だと思ってんのに、夜11時12時ぐらいまでスプラトゥーンやって、そっから編集して寝るの。ああ、気持ちいいんだよ。寝具メーカーに謝る。うちニトリなんだけど、謝んなきゃダメ。ニトリに。ニトリは大丈夫。いいでしょ、ニトリは OK でしょ。アグヤだからあれ。ニトリはいいや。アグめっちゃ使ってるから。まあそんな感じですね。あとはビリヤニパーティーしたぐらいですかね。何？今月は、え？いや、ビリヤニ。ビリヤニ？そうそうそう、ビリヤニ。知ってるでしょ？ビリヤニ。あ、知ってる知ってる。あれね、あの、美味しいビリヤニのお店がね、あの、期間限定で、あなんか出店してたんで、うん、なんかその、姉と、うん、兄弟でビリヤニパーティーしたんすよ。うん、ああれね、いいよね。あ、結構好き。ジェキさんも。私も好きで、あのビリヤードヤニパーティー。え、クソみたいなパーティーじゃん。ちょっと待って。ビリヤードやりながらタバコ吸うやつでしょ。煙もくもくで玉見えないじゃん。いいじゃんビリヤード。いや、やってない、やってない。家族でやってんだ。やってねえよ。いや、うちはいいけど、ちょっと家族まで変なやつにするのやめてもらっていい？何ビリヤードヤニパーティー。全然楽しくなさそう。やってないから。やってないか。ビリヤニ知らないの？ビリヤニ？ビリヤニ。ビリヤニ？あのビリヤニを知らない。なんか略してんでしょ、それ。いや、略してないよ。え、略してないの？略してなくてビリヤニ。え？あ、あれか。ああ。あれだ。わかった？やっとわかった？わかったわかった。あのね。知ってたか。あの、インド大陸のムスリムにその起源を持つ混ぜご飯料理でしょ。お前今調べてんだろ。絶対に調べてんだろ。スパイスと米、肉、魚、卵や野菜で作る料理。たどたどし、たどたどし。思い出した。2億パー調べてんだよ。ちょっと履歴出せよ。Google の検索履歴出せよ、ちょっと。出さないよ。知ってたか。いや、思い出した。
ああ、ちょっとねポッと抜けちゃうことあるからね。そうだね。うん、ビリヤニパーティーしたんですよ。お店行って家で作って。いや、お店で買って家でパーティー。ああそういう。お持ち帰りです。テイクアウトしました。おお、美味しいの？めっちゃ美味しい。なんかもう炊き込みご飯なんだよ完全に。お、作り方というか、お米とスパイス一緒にぶち込んで炊くみたいな、お感じの作り方で、うん、あのお米がほら向こうのお米で、あバスマティライスって言うんだけど、おあの細長い、なんか長細い、ああそう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 、あれでなんかね、うん、日本の米はもちもちしてんだけど、うん、向こうはそのもちもちっていうよりちょっと固めで炊いたご飯みたいな食感。あでパラパラで美味しい。あーうん、チャーハンみたいな。そう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 。あんま思いつかないけど。他の米の例えが米ってどうなの？まあ間違ってないけど。っていうそのビリヤニの美味しいお店が、あの石川県にあるんだけど。おその石川県のでやってるお店がこの関東の方に。お。出店します期間限定でみたいな。へえ。のやってて、おう、もううちの兄が飛びついちゃって、おう、なんかね1週間ぐらいやってたみたいなんだけど、おう、1週間毎日行って毎日食べてたみたい。そんなビリヤニ好きなの？いやすごいよ。毎日行って、おう、毎日買って食べて、毎日冷凍のも買ってくるみたいな。へえ。ちょっとなんかやばいもん入ってんじゃん、それ大丈夫？いやいやいや、スパイスだけですから。スパイスだけ。合法なやつそれ、スパイス。いやでもちょっとね、もしかしたら合法なやつ以外も入ってんじゃねえかって思うぐらい中毒性はある。いいえ、辛いの？あ、そんなに、そんなに辛くない。スパイスはもちろん効いてるけど、うん、でもね辛さもね、そのビリヤニの種類で違うんだよね。おチキンビリヤニ、鶏肉が入ったチキンビリヤニと、おあとマトンビリヤニ、羊、おとチキンカッチビリヤニっていうのがあるの。カッチ、カッチ、カッチ、そう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 、ほうチキンカッチビリヤニっていうのが多分メインなのかな。この3種類でやってると思うんだけど、ほうチキンカッチはちょっと辛いけど他は全然辛くない。ほうだお好みで辛いのがねダメな人も食べれます。へえ、美味しそうだな。え、本当に美味しい。そこになんかヨーグルトソースみたいのを簡単に作れるんだけど、ほうをかけるとまろやかになってもっと美味しい。そのさ、うん、ヨーグルト、うん、でさ入れる地方あんじゃん。何に入れんの？え、なんかその地方によってさ、国によってさ、ヨーグルトを料理に入れるじゃん。あー、あるあるある。全く試したいと思わないんだけど、いけるの？あー、まあ、わかる気持ちはすごく。すごくわかるけど、おまあヨーグルトっつってもお、あの無糖だし、おだなんか甘くないし、あビリヤニにかけるヨーグルトソースは、うん、あのキュウリとか玉ねぎとか細かく刻んで入れるんで、なんか爽やかな感じなんだよね。って言われちゃった。って言われちゃった。ご飯に爽やかさいるかね。でこうスパイスでちょっとホットになってきたお口を冷ますのにはヨーグルトちょうどいいんすよ。んー、じゃあヨーグルト単体で横置いちゃうな。いいよ。あ、いいんだ。ラッシーでもいい。あもうラッシーでもいい、なんなら絶対合うから。となんか合わせたくはないよな。
いやー、食わして、そう言われると新しい扉開かせて。いや、多分二度と開けることはないな、そこは。ヨーグルトソース、うん、開かない？開かないね。閉じる。うん。他になんかした？他はね、うん、まあ大したことじゃないんですけど、うん、いちご狩り行ったぐらいですね。あー、いちご狩り？うん。おう、いちごをまあ買ってきたぐらいですかね。おお、そっか。はい。ジェキさん、いちご狩り行ったことある？いちご狩りはないかな。え？あの、リンゴとかブドウとかある。え？あと梨。なんかちょっとでかいの行くんだね。そうだね。これ、あのさ、めっちゃ気になってたんだけどさ、うん、リンゴ狩りとかさ、ブドウ狩りってさ、うん、なんかイチゴ狩りと同じルールだったらその場で食べなきゃいけない感じだと思ってたんだけど、おう、どうなの？リンゴって1個取ったら1個全部その場で食べなきゃいけないの？あのね、その場所もあった。ああ、 そうなんだ。取ったら食べてくださいみたいな、ああああ、ところもあったし、あとはなんかあの、取ったものをグラムで売るところ、うん、ああ。だからもう量り売りだよね。そうだね、取る体験ができる。うん、量り売り。そう、別にその場で食べなくてもいいんだ。食べなくていい、持って帰って家で食べるっていう。へえ、おもろ。うん、そういう感じなんだ。そうだね。いちごはさ、もう取ったら絶対に食わなきゃいけないっていう使命があるから、うん、持ち帰りできないんだ。そうだね、取った分は持って帰れない。お、普通に売ってるんだけど、いちごが箱に詰められて、うん、うん、それはまあ欲しければ買ってくださいって感じ。あー、なるほど。買ったものを詰めて持って帰れるところはうち見たことないな。へえ。持って帰るのはだからもうそのお店の人が買ったやつ。そう、購入して、ああ、刈られてるイチゴを購入する。なるほどな。のみですね。やっぱ刈り方であんのかね、日持ちするとか。あー、あるかもしんないよね、確かに。ああ、それ考えたことなかった。確かにそうだ。うん、へえ。まあイチゴ狩りね、今後行くかもしれないから、うん、そういう予備知識は大事だよ。教えといてやるわ。それは店の人から聞くからいいわ。調べりゃいくらでも出てくるしな。ああ、なるほどね。まあそんぐらいすかね。うん、楽しそうで何よりです。あ、ありがとうございます。そんなもんすかね。そんなもんすかねって、ジェイキーさんはどうだったんですか？いやいや、何にも喋ってないけど今んとこ。私はね、あの、やっぱりその、はい、まあ、1週間ちょっと前なんですよね、ラブラジのライブ配信したのが。ああ、だから本当にそっからは特になかったかな。ただ、うん、結構怖いなって思ったことがあって。え、怖い話聞きたい。あのね、実況仲間の、はい、あのスンってやつがいるんですけど、はい、そいつが、はい、ツイッターで私に絡んできたんですよ。はい、はい、私にね、はい、突っかかってくることがあって、で、まあ、やりとりして、はい、そこはね、はい、ちょっと面白い感じしまって、あ、まあ、はい、よかったなってなったんですけど、あ、その後ね、もう一個のアカウントでなんかつぶやいてたから、はい、そっちに私がね、絡んでいったんですよ。はい。はい、そしたら、超塩対応されて、はい、え、こいつ自分から絡んでくるくせに、
絡まれたら塩対応するやつなんだっていうのですっげえね怖くなったっていう一件があって、いやーマジっすか。ああえそれゾッとしますね。ゾッとする、怖いでしょそんなやつ。いやめっちゃ怖い。ちょっと確認してきていいですか自分結構分かった。これ、あ、多分これのことだな。おお。多分これのことだ。あった？え、多分これ。多分これだわ。あった？なんすかね、うん。気が立ってたのかな。いや、わかんない。もしかしたら生理中とかだったのかもしれない。ああ、ちょっと人としてあれな日だった。ちょっとイライラしてた日かもしれないわ。何もないのにイライラしてる日だったかも。うわ、怖っ。ちょっとね、ゾッとするわ。怖くて。で、まあ、ラブラジでぶちまけてやろうと思って、それはそれでいいやと思ったんですけど。話のネタにはちょっとね、なるかなっていう。多分この話ちょっと3分ぐらいしか持たないんじゃないですか。大丈夫ですか？あ、大丈夫、大丈夫。言いたかっただけだから。ああ、普通に切れてるだけだった。普通に文句言いたいだけだったんだ。ラジオ通してなんか直接裏で言うとガチっぽくなっちゃうから、ラジオで言ってちょっと冗談っぽくしてるけど、本当に文句言いたくなったやつだあ、怖え。そう、ちょっと怖い話でした。ちょっと気をつけよう。うん、何でもネタにされるわラジオの気をつけよう、マジで怖え。その場にいない人のことはネタにしないけどね。ああ、もちろん。うん。まあね、いる人のことだったらね、何とでも言えちゃうから。ね、定期的にラジオ一緒にやる立場からすると、ちょっと、気をつけた方がいいなって。怖え。うちも怖かった、今の話。冷や汗たでしょ。もう、べちゃべちゃ。怖え。まあ、そんな感じかな私の。え、それだけ？うん。あ、まあ1週間だから。そう、確かに。まあそれも厳密に言ったら1週間以上前なんだけど。そうだね、なんなら先月だったね。うん。まあまあ言えるタイミングで。そう。ああ、すいませんでした。謝った普通に謝ったすいませんでした。まあこれはそのなんだ、もうまたゲームの話、あ違った、ゲームの話になるんだけどはいそこまでその一つの音に対して文句は言わないよいや、なんか別であんのかと思ったいや、なんだ、カップヘッド。ああ、はい、カップヘッド。そう、ちょっと前に終わりまして。そうですね、無事、うん、スンさんのチャンネルでやってたんですが、はい、いやー意外と、なんだろう、ちょうどいいぐらいで終われたね。うん、そうだね。うん、本当はね、もっともっと苦戦すると思って、うん、サムネイル、まあ、数字変えるだけだけどいっぱい作ってたんだけどね。おお。シャープ7ですね。おお、7本、うん、で終われるの結構普通にいいペースじゃない？ただね、ちょうどよくない？ちょっとね、やっぱ上手い人になると、うん、ゲームがそもそも上手い人、うんうん、たちがやると 7,8 時間とか、え？全然あるっぽいね。すごっで、1本あたり私たちは1時間とかかかる場所あったじゃん。あ、あったね。まあそういうところもね、30分とかあれば越せちゃう。すげえな。あ、なんならね、1回の長めの配信みたいな感じで、うん、クリアまで行けちゃうんだ。そうだね。まあちょっとね、そのクリアした後に、うん、みんなどんぐらいなのかなっていうので見てみたら、まあね、いけてる人いたね。ダメだよそんなの比べちゃいいのよ、自分たちは自分たちで。あ、いや
やでもすごいなと思って、純粋にそれはすごいわ。ああうちらだって倍ぐらいかかってんだもんね。そうだね、2時間が7本。うん、すげえな。いやだからもう本当に純粋に役割分担っていうのをしっかりしていけばよかったなっていう、ほう、役割分担、ほう、結構さその、まあぐちゃぐちゃになっちゃうじゃん二人でやってるとさ。あーまあ確かにね、うん、打ち合わせなしで、ね、そうあのゲームってさ、うん、あの二人プレイになると極端に難しくなるっぽいんだよね。ああそうなんだ。そう一人の方がの何敵がさ、うん、その撃ってくる弾とかもばらけないし、ああ仲間に打ち込んだやつを避けて、でもう一人が当たっちゃうみたいなことも結構あったじゃん、うん、流れ弾がね、そうかなり痛かった痛かったよね。うん、だからまあちょっともうちょっとなんかいろいろできたかなっていうのあったんだけど。なるほどね。うん、あじゃあそれは、うん、あれですか、なんかこうこれから打ち合わせして練習して上手くなってもう一回上げるってことですか、うん、それ一人でやったらいいんじゃないいやいや、ジェキさんがそうおっしゃるならと思って、あのまた二人でやるのかなと思ったんですけど、 あれじゃないあの DLC をさ一人で、あちょっと DLC の話出さないでくださいDLC の話出さないでください、そう触れずにいたのに。これ DLC あるじゃん。あちょっとやめてください触れずに、触れずに来てるんですからこっち。いいでしょ。 DLC やるときはじゃあ誘ってもいいでしょ。 DLC やるとき、うん、だって本編は2人でやってんだから DLC も2人でやるでしょ、やるなら。いやでも多分さ、あのマグマンさ、あのクリアしたときにあのアナーキカップになっちゃってんだよね。ああ負けた方だったんだマグマン。そう、いやでもカップヘッドもちょっとあれだよ、あの、うん、盲腸だから無理だよカップヘッド盲腸やって今入院してっから無理で。あ盲腸やっちゃったんだ。そうだ、マグマンだけで、まあ、穴キカップなのもわかるけど、うん、穴が開いてても別に戦えるから大丈夫いやあのカップとして機能しなくなっちゃったからじゃああれだ、スンさんがあのケトルじいさんとして一人で、はい、何ができるのケトルじいさんに何それ地獄みたいな配信じゃんいいじゃん。まあ別にうちがケトルヘッドじゃねえわなんだっけケトルおじさんうちがケトルおじさんでジェイキさんがマグマンなら別にいい。いやマグマンだから頭穴開いてるから、もう死んだからあいつは、死んだからあいつは勝手に殺すな勝手に弟殺すな。エンディングでだって倒れてたじゃん血吐いて、あそうだっけ、うん、そんなやったっけ急にホラーゲームみたいなあれ見えてないかそれも怖いけどね、ジェイキーさんにしか見えてない画面があったっていうのも怖いけど。 あそっかやっぱマグマン操ってた私の画面だけなってたんだあーまあうちもね、カッペットが盲腸になったって LINE 来たもん。あほんと来てないでしょそっち。来てない来てない。あーじゃあやっぱそうだ、それ誤報じゃないの。いや誤報じゃない、 LINE だから誤報だと思う多分いたずらだよ。いやカップヘッドからもケトルじいさんからも LINE できてるから。あみんなで口裏合わせていたずらしてんだかわいいな。やらないですよもう DLC はやらないなんと言われてもやらない。やらんか。やれって言われたらやるけど。やれ。いやいや、違う動画を見てくれてた人が、DLC 見たいですとか言ってくれるんだったらちょっと、ああじゃあちょっとジェギさん誘わなきゃなってなるけど、言われない限りはやらないDLC はやらない。
アーカイブ見た私が言うよ、じゃあやれ。ダメダメ、出演者側だからあ、そうだ、アーカイブで思い出したんだけど、え、何、そのさ、うん、私の声と、はい、ゲーム音が4秒ぐらいずれて、なんでやちょっとね、やばい動画になってる。え、どれ？最終回とか。マジ？うん。なんかさ、最終回ジェキさん音ずれてるって言ってたよね。うん。そこもやべえよな。だから、私が聞こえてる世界が、うん、YouTube のアーカイブにも乗っかってる感じ？え、地獄みたいじゃん。そう、だから私の声とそのゲーム音は合ってんだけど、スンさんと画面の絵、うん、が先導してんだ。そう、4秒ぐらい。だから、それ後で裏で教えて。いや、すごいことになってました。何それ、治る？なんかすりゃ治る？いや、治らないでしょ。だって、撮ってないでしょ。その、配信しながら。あ、撮ってはない。いや、なんかこれから直せる、うん、全部それなわけじゃないのかな。いや、多分最後の一本だけだと思う。そうだよね。うん。なんでだそれはちょっとだからよくわかんないけど。難しいっすね。おお。だから私、だからライブ配信って嫌なんだよな。そうね、その予期せぬことが起こるからね。もうわかんないことが起きちゃうから嫌なのよ。うん。難しい。いや、でもすごい、すごい斬新な感じになってたので。あ、じゃあぜひ、うん、このラブラジオ見て、え、どうなってんのと思った方は、うん、カップヘッドの最後のアーカイブ見に来てください。うん。めちゃくちゃになったけどな。いや、めちゃくちゃだろうね。おお。お便りの募集、はい、あ、はい、のコーナー行きましょう。はい。最近買ったおすすめのものという、内容でお便りを募集しております。まだ、募集数はゼロ。いやー、みんな何も買ってないのかもしんないね、これゼロ、何も、みんななんか特別なものを何も買ってないんじゃない。もうほんと生活用品とかさ、そういうのだけで。おう、娯楽を買ってないんじゃないの。マジか。うーん、すげえミニマリストだらけだいや、もう余計なものは買わないからっていう方たちばっかりなのかもしれない。ああ、まあだとしたらしょうがないな。うん。まあちなみに、はい、どんなおすすめのものを募集してるかっていうと、はい、もう食べ物、家電、ゲーム、何でもありです。で、エピソードとどんな風にいいものなのかっていうのを教えていただけたらなと思います。うん、はい。で、こちらの募集期限は設定しておりません。もういつまでも募集しております。いつまでも募集してる。いつまでも。最悪。最悪、うん、この一通お便り来たらこの企画は終了するかもしれないけど、うん、一通来るまで終われませんみたいになってない。あ、まあそんな感じだな今全然ね、一通じゃなくて何通も、ああ、送ってきてくださいそうですね。ちなみにスンさん、なんか買ったものあります、はい、最近。いやー、最近は、おう、春キャベツかな。弱いの出すんだったら買ってませんで終われいやいや、買ってない流れあっただろ今いや、時期でしょう、春キャベツかな何にも広がんねえよ春キャベツであと、うちの母がタケノコ買ってました。はい、というわけで、お便り募集しておりますやりたいものあるので、そちらに行きましょう。はい。っていうのが、
ラジオで100の質問っていうのを以前、ジャスミンさんをお迎えしてやっていきましたが、はい、そちらの、ま、クエスチョンをねちょっと厳選していきたいなと思いまして、それ厳選するために我々2人がね、どんどん答えていくっていうのをやっていこうかなと。あ、なるほど。答えていった上でこの質問いるかいらないかっていうのを、うん、そう考える。そう、どんどん、なるほど、取捨選択していきましょう。はい、というわけで1個目からやっていきましょう。はい、もうどんどんいきましょう。100あるんでしょう、はい、だって100あります。いや、尋常じゃないからこれもサクサクいきましょう前回でももう50、2時間かけて50問しかいかなかったので、うわー、今回はね、そのいるかいらないかの選択もあるので、もっとかかると思いますので、なるほど、まあ、今回で終わることはできない。あ、そうだね。ああ、これはもうシリーズものになります。シリーズ企画、暇な時にやっていきましょう暇って言うなお店やってんだからこっちはい、じゃあ第1問、はい、あなたのハンドルネームを教えてください。はい、スンです。ジェイキーです。これはいるんじゃない？これはいるよね。さすがにいる。うん、じゃあ第2問、うん、誕生日を教えてください。あー、これ際どいっすね。際どいかい。やっぱ誕生日非公開な人もいるし、 うちみたいに全然違う誕生日言う人もいるしそれはなんかちょっとどうなの、それを言っちゃってもいいの？あ、まあ、あの、こう、ツイッターで風船が飛ぶのは12月12日です。ああ。それは設定上の誕生日っていうのは言っちゃっていいものなの？いいよ。全然、本当は。だとしたら意味なくない？あ、じゃあ言わない方向で行こう。じゃあ言わない。誕生日は12月の12日です。はい。はい。私は8月4日です。4日か。うん。OK。これは、どうだろうね。これは、まあ、あっていい、いいんじゃない、うん、なんか、パーソナルなところを聞きたいなっていうのがあったから。何、パーソナルって。言っといたんだけど、その人の、まあ、個人データ的な。あー、なんか血液型みたいな感じ？うん、それはもう第3問で聞くんだけど、はい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 、あ、ごめんなさい、なんか先に言っちゃったまあ確かにこの辺はあってもいいよね、うん、リスナーの人も誕生日知りたいとかあるだろうし、うん、そうだよね。うん、あり。血液型隠す人っていいのかね。いや、いいな、あんまいないんじゃない隠す意味もないよね、言う意味もないけど。血液型だけ非公開なんですよっていう誕生日は何日なんですけど、血液型はちょっといねえだろうん、まあこれはありでいいかな。ありありあり。ちなみにセンさんは A 型です。ああ、 A 型っぽいっしょ。まあ人それぞれじゃない。ああ、何それ、便利な言葉使うなよ私も A 型です。ジェイキーさんとかね、絶対 A だもんね。ああ。もう A の香りが漂ってるもん。まあでもそれは人それぞれなんじゃない？ああ、人それぞれでした、すいません気をつけますまあこれもありで。はい、第4問、はい、最近のマイブームを教えてください。最近のマイブーム、なんかにハマってますかっていう。まあ、スプラトゥーンかな。おお、まあゲームだよね。そうそうそう、他もねやるからゲームっていいか、ゲームで一括りでいいか。うん、うん、実況者は多分それだと、もう一個ぐらい出てくる人は出てくるかなっていう。あ、そうだね。うん、なんか映画見たりとかね。うん、まあできればそっちを答えてほしいんだけどね。なんか、ゲーム以外の。そうそうそう。いや、結局実況ですってなっちゃうとあんまり話広がんないからああ、ごめんなさい
でもまあ最近ハマってること特にマジでねえな。そっか、うん、じゃあ次行こう。 OK、 この質問はありでいいですね。第5問、はい、実況歴はどのくらいですか？あ、どのくらいなんだろう。チェキさんどのくらい？私は2年半。あ、じゃあ同じくらいだから2年半です。そうだね。うん、実況歴どうすか？知りたい？リスナー側からして。別に。別に、別にかな。いらない？まあ、なくてもいいかなとは思うけど、ゲーム実況者として見てるときに、うん、歴がなんかつきものだなって感じするよね、そういう質問は。そうだね、配信者でもなんでも、うん、まああっていいんじゃないですか。あっていいか、うん、基本情報的な感じで、うん、いいと思う。 OK、じゃあ第6問、はい、実況を始めたきっかけを教えてください。あー、この質問はありだね。これはね、うん、大事。うん、その人を形作る上で、うんうんうん、かなり重要な要素というか。スンさん何？きっかけは、うん、どう言ったらいいんだろうな。もともとやりたかったから、うん、っていう話。そうだね。あとはだから、うん、私の場合コロナがあったから、そう、時間ができて始めましたっていう。まあうちも同じ感じですね。あの、うん、一回10万円配布されたタイミングでパソコン買ったんで10万円手に入れたからゲーム実況を始めました。まあいいんじゃない、いい使い道だよね。うん、経済回した。お、全額使ったね。そしたらそうバンってもう足りなかったから他も出してるんだけど。おー、そうですね、それが足しになって、うん、こう後押しされたというか。なるほどね。はい、そんな感じです。はい、第7問、好きなゲームジャンルを教えてください。ホラー。ホラー、私はローグライク。いいね。うん、全部好きなんですよっていうのはもう当たり前なんだけど。そうだね、大前提として、うん、もう全部好き。うん、ただ絞って答えてくれると嬉しいなっていう、うん、これはいいよね。この質問すごいいい質問だね。おう、じゃあ第8問、一番好きなゲームを教えてください。うおー、むずむずい、めちゃくちゃむずい。これはでもね、あのその時々によって変わるとは思うんだよね。うん、ブームもあるし、うん、ね、やってるゲームがね、うん、一番面白いからね。そうだね。いや、むずいね。これはでもあれかな、もう昔から合わせてもう一番ハマってた期間が長いのが、うん、もう FF7。 へえ、チェキさん FF とかやるんだ。 FF はめっちゃやるよ。セブンなんだ、その中でも。うん、セブン。うちやったことないから分からんな。セブンで FF 入って、うんうん。で、8、9、10、11。うんうん。11じゃん、11はあれか。オンラインゲームだ。違えんかい。ああ !10、12、13だ。こんな出てんだ。そこまではやった。その後は、まだやってない。その後もあんの ?14 とか。え、なんかあれでしょ、もうちょっとでまた新しいの出るっていう。ああ、聞いた、うちも。うん。そんなに出てたんだ、FF って、すごい。そうだね。で、しかもその、一つ一つに派生作品がいっぱい出てるから。うわあ。そう。やりきらないね。やりきれないね。ただその13まで、7から13までは、うん、だいたい発生作品もほぼほぼ網羅した。あー、めっちゃやってる。思う。
すごっ。おう。だちょっとね、FF7 は超えらんないかな。うん、なんかすごい特別な感じするね。うん。特別な作品だ。うん。うちはなんだろうな。なんですか？やったことない、てかもうやれないゲームになっちゃってるんだけど。はい。その、まだ実況始める前に、うん、こうゲーム実況見てて、はい、うわこれパソコン買ったら絶対やりたいなって思ってたけどやれなかったゲームが浮かぶかな。おう、見てて面白かったゲームって感じ。おうになっちゃうけど。おう、台湾ホラーのリボーションってゲーム。おう、なんかちょっとね、放送禁止用語みたいなのが出ちゃってるから、お販売停止しちゃってるんだけど。ああ、もうじゃあ本当にどこでもやることはできないんだ。そうそうそう、もうどこからでも買えなくなっちゃった。ゲームあれ一度はやってみたい。全部知ってるけど。はあ。それが一番好きなの？でもなんかパッと出てくるのそれかもしんないね。やってないんだけどなんか好きなんだよね、すごい。ほう、放送禁止用語を言うゲーム。面白いだろうが。おもろいやろが。ちょっと倫理観を疑うけど、まあそうなんだね。その言い方は語弊がある。ただプレイした中で、お一番あのプレイ時間が長いなっていうのは多分モンハンワールド。ああ、なるほどね。です。一番ハマってたゲームはモンハンワールド。モンハンはね、面白いから。やっちゃうからね、永遠にね、うん、そうだね。そうそうそう。まあでもこの質問は結構いいんじゃない？うん、いいと思う。おう、じゃあ第9問。はい。人生で初めてプレイしたゲームは？あー、むず。人生で初めて、私はポケットモンスターグリーンだと思う。だと思う。そうだよね、だと思うになるよね。ちょっとわかんない、正確かわかんないけど、さすがに覚えてないよね。うん、覚えてない。いや、うちもね、どっちかわかんないんだけど、うん、あの64のスマブラか、うん、とっとこハム太郎。ハム太郎、ハム太郎はでも、あ、そっか、そんぐらいなのか、時期的に。そうそうそう、昔ね出てたん。おお。でも同時期かどうかって言われるとちょっと、おそらく違うと思うけど。おう、うちはほら兄がいて64やら何やらいろいろあったから。いろいろもともとあったんだ。そう、ボンバーマンもあったし。ああ、じゃあもうわかんないね。もうわかんない、おう、何触ってたのか。うん、多分どっちかです。なるほどね。この質問も欲しいね、うん、面白いね。うん、じゃあ第10問、はい、高いところは平気ですか？何メートルくらいまでなら怖がることなくいられますか？なんかさ、急に質問の毛色が変わったね。そうだね、こっからちょっとあの実況系の質問から変わっていく。その人を知る質問になっていくね。うん、深層心理的な。心理テスト？心理テストではないんだけど、深層心理を探るような質問になっていく。あー、高いとこ、うん、ダメです。ダメ。どれくらいならいけるかっていうのもわからないな。 2,3 メートルは、あ、多分無理。無理、脚立が怖い。あー、なるほどね。ぐらいかな。でもあれちょっとなんかグラグラしてるから怖いっていうところあるじゃん。あ、まあそれは確かにある。四角いブロックの上から、うわ、怖っ。下を見て。いや、怖っ。何その例え。怖っ。1メートルのブロックの上から。1メーターってどんぐらい？ 1 メーターは、小学校1年生とか。あ、大丈夫かもしれない。ああ。車の上は多分無理って感じ。ああ。そっかそっか。
それぐらいから無理になってくるかな。おお、まあ 1.5 メーターぐらいか。ああ、そうかも。おお、そうそうそう、そんぐらい。なるほどね。まあでも私も2メートルくらいかな。え、そうなの？高所恐怖症だから。あ、そうなの？そう。あれ、ジェキさんってさ、ジェットコースター乗れなかったっけ？ジェットコースター乗れる。なんでだよ。ただこの質問的には怖がることなくいられるかっていう質問だから。怖いは怖いの？じゃあ怖いは怖い。すげえ。だからなんかさ、よくビルの上とかでさ、ああ、空を見上げると吸い込まれそうになるとか、そういう表現するじゃん。うん、あれマジでめちゃくちゃわかるというか、なんか吸い込まれちゃうの？そう、飛んでいっちゃいそうになって、あー怖い怖い怖いってなる。なんか深層心理っぽいやだから本当に高いとこダメ。あ、そうなんだ、知らなかった。うん、どう？いると思った？めっちゃくちゃむずいね。めっちゃくちゃむずいけど、おまあありでいいんじゃない？ありでいい、ありでいいんじゃない？話膨らみそうじゃん、割と。うん、そう、ジェットコースターの話とかさ、うん、につなげられそうな感じするし。そうだね、いいんじゃない？で 100の質問だからあんまり掘らなくてもいいんだよね、そこらへん。あ、確かにね。めっちゃあるから。そう。質問、単純に質問として面白いかどうかあっていうことかな。まあ、じゃあいらねえかな。急に冷めた。じゃあこれ×つけとこう。まあ別にあってもなくても。おう、あとみんなの意見も聞きたいよね。そうだね。うん、まあ、これに答えてくれる既得な人はあんまいないと思うけど。これいると思いますって。この質問いると思いますかって。まあなんかね、意見があったら コメントで聞きたい。そうだね。みんな目線で。うん。第11問。はい。自由に飛べる翼を手に入れたら、どのくらいの高さまで飛んでいきますか？これはもう前の質問に、つながってるかもしんないけど。うん。そうだね。派生系みたいになったね。うん。ただ、どのくらいの高さまで飛んでいくか。ああ。自由に飛べるからね。自由に飛べる翼を手に入ったんだよね。うん。うちは、うん。飛ばない。飛ばない。うん、飛ばない。飛ばない。飛ばなくていい。じゃあすごい邪魔だけど。すごい、すごい邪魔な、すっごい邪魔な翼が勝手に生えてきただけの人。ああ、手入れとかもすげえ大変だと思うけど。掘りたいもんね、なんなら。なかった頃に戻りたいって多分思う。なんか飛んでみたいとは思わないんだ。あ、全然思わない、怖いやん。ああ。私はでもこれは、うん、完全にあれだな、空の雲の上まで行って、すごっ。来たいね。飛行機じゃん。おお、マジ？そこまで行けばだってさ、うん、何もぶつかるもんとかもないし、うん、もう自分の世界だよ。でも多分 UFO 見ちゃうよ。UFO を見れたら嬉しいじゃない。いいんだ、それは。それは別にいいんだ。確かにいきなり雲の上行けるんだったらちょっと飛んでみたいけど、うん、雲の上に行くまでの途中が怖いんだよね。おう、飛行機もなんか上陸が一番怖くない？上陸？はあ、上陸して安定するまでが怖いけど、安定しちゃったらもう雲しか見えないじゃん。上陸って何？いや、うちもわかんない。何言ってんだっけ、あれ。離陸？あ、離陸、それそれ。離陸ね。離陸。お、離陸したてからさ、安定するまでが怖いけど、雲の上行っちゃえばなんかあんま怖くないじゃん、飛行機って。ああ。
急に行けるんだったらそのぐらいまで行きたい。行けないよ、でも。あ、じゃあ飛ばない。じゃあ飛ばない。じゃあ飛ばない。はい。いや、これはでも結構性格出るよね。その、行っちゃえっていうタイプなのか、それとも、あんまり怖いからあんまり高くは飛びたくないよとか。確かに。うん。これ心理テストになれるやん。なれるね。こいつ、この質問。なれるね、こいつは。いつか心理テストになれるね。どう？いる？いや、まあ、うちはいらないけど。だ前の質問があったら、この質問も欲しいかなとは思うけど。この一個前の質問ないんだったら、これもなくていいんじゃないかなって思っちゃう。なるほどね。じゃあ、いらないよりで。ちょっと私の勝手な意見になりますけど。おう。じゃあ、第12問。はい。命を除いて一番大切なものは何ですか？おお。どうですか？それ、何？哲学的な話？哲学的な話ではない。あ、自分の今身の回りにあるものってこと？うん、大切なもの。お、私は、前もちょっと答えたんですけど、はい。これはパソコンですね。うん。パソコンがなくなったらもう何もできない。まあ確かにね。今、うちらの活動を共にしてるのはパソコンだからね。何にもできなくなっちゃうな。そう。いやー、まあパソコンも大事だけど、うちはやっぱ、飼ってるペットたちかな。ああ、なるほどね。あ、でもそれも命に入っちゃう？いや、それはそれでいいんじゃない？自分の命除いてだったら、飼ってるペットが一番やっぱ大事かな。まあそれはでもそうだよな。ちょっとね、命には帰らんないからね、パソコン。そうだね。これはいる？ちょっと面白いから、あり。あり。じゃあ、第13問。はい。飲めば若返ることができる水があったら、どのくらい若返るまで飲みますか？まあ、何歳まで行きたい、戻りたいかっていう話だよね。うち全然。うん。3歳とかに戻りたい。よー、行くね。3歳とかに戻りたいですね。それ、あれだね。じゃあ、その、飲んだ場所によっては、もうそこで死んじゃう可能性もある。ちょっと気をつけながらね。そうだね。森の奥とかにあるさ、泉がその水だったらさ。あ、確かに。もうそこで一生暮らすことになるよ。3歳が。そこで独り立ち。だ、そう言われちゃうとな、なんか確かに、なんか自分家とかだったら3歳でも全然いいんだけど。そうだね。森の中だったら。もう一回じゃああれかい、お母さんに育ててもらうってこと？あ、全然ママって言うよ。これでも買ってぐらい甘えるから。あ、でもこれどうなんだろうね。その、知能的なことっていうと。あー。そうだね。経験とか、そう。がね、そういうのがあるんだったら全然、森の中で3歳でも。完全にコナンくんじゃん。見た目は子供、まあ、頭脳は大人で。肉体的な衰えっていうか、その、まだ体が完成してないって意味で、ちょっと体力的なものは、少ないかもしんないけど。確かに。どうなんだろう。まあでもさすがに、知能は、うん。じゃあちょっとこれ決めよう。コナン君方式でいくか。もう記憶も消える感じでいくか。いや、記憶消えたら、うん。戻る意味がないから。あ、そうだね。うん。じゃ記憶残ったコナン君状態で。いくつまで戻るかって感じか。そうだね。ああ、じゃあ5歳。5歳。おお。ちょっと大きくなった。いや、でもこれさ、戻れば戻るほど天才になれるってことだよね。めっちゃ
まあまあそうだけど。まあそうだけど、そうだな。これ2歳まで戻ればさ、あの、バズるんじゃん。横島な考えしてる。いや、でも、多分めちゃくちゃバズるよ。めちゃくちゃバズるでしょ。2歳、だって声とかも2歳になるわけじゃん。喋り方とか。2歳の感じで、うん、JK さんのやってる作風の作品のゲーム実況動画バズるよ。2歳児がローグライクやってみたっていうでめちゃくちゃ考え方大人っぽいのねいやそんな2歳でそれだったら全然足し算の動画出すな普通に頭いいところなんだ。うん、そうそうそう。それでもういいじゃん、だって。まだね、確かにね。2歳で漢字書けるとかね。ああ、最高じゃん。あ、そういうバズり方いいな。2歳に戻って小説書き始めたら、だってもう、絶対売れるでしょ。絶対売れる。うち買うもん。うちも5歳に戻ってんだけど、多分買うもん。いや、これは、そうだな。考え始めたら、すげえつまんない気がしてきたな、この質問。まあ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 、この質問は、うん、ありですか？なしですか？もうちょっと条件つけてだな。ちょっとアバウトだよね。ああ。なんか、もうちょっと、この、うん。なんだろうな、自分にとってのターニングポイント、うんうん、ここをこう変えたいみたいな、うん、時期までみたいな、あー、戻れるなら戻りますかみたいな、うん、あ、そっちの方が面白いかもね。でも絶対戻るんじゃないそれ。あ、うん、でもそうでもないか。今の道で良かったと思ってる人なら戻らないもんな。そうだね、今がめちゃくちゃ楽しいんだったら戻んない。うんうんうん、かな。そうだね、そっちの質問にちょっと変えてこ。うん、これはもう泉のことは忘れよう。うん、それがいい。そうしましたら第14問。はい。このままではいけないと思うことを一つ挙げてください。このままではいけないと思うこと。だからなんかあれだよね、悪臭だよね。あー、なんか続けちゃってるけどやめたいなって思ってること。あー、まあなんだろうね、食べ過ぎちゃうことかな。あー、ダメだね。分かってんだけどね、腹八分目できないんだよな、なんかなそれわかるな。ちょっとこれは直していきたいと思ってる所存です。うん、なんか自分のお腹の限界って難しいよね。難しい。あ、でうち多分さ、うん、限界分かってるのに欲望が勝っちゃって食べちゃうみたいな、うん、止まんないやつ。いや、もうお腹いっぱいなんだけどこれ食べたいんだよっつって食べちゃうみたいなで、ちょっと我慢を覚えることをしたいですね。なるほどね大人だから。ああ、まあでもそれはあれだね、一つ、うん、あるね。私はなんだろうな、本当にあんま思い浮かばないんだけど、はい、なんかジェキさんあんまなさそう。うん、ハンバーガーも我慢できるし。そうだね。うん、やめたいと思ったら、あ、やめようって思ってるからねえ、すごいよななんだろうな。あー、でも一個あげるとしたら、はい、遊びのない生活をもうちょっとやめたいこのなんだろう、なんとなしにいる時間っていうのをもうちょっと儲けたいかなっていうのはずっとあって、うんうん、逆にね、ずっとなんかやってるんだ。
そうだね。あ、そりゃもう忙しいし休まんないな。うん、そこかな。うーん、大事だよ、何にもしない時間って。ああ、なんかしたくなっちゃうんだよね。してない時間があると焦っちゃうというか。我慢して何もしないで。それがストレスになるかもしれない。うわ、何もしないの嫌だって。そう。だからなんかできること同時にできるんだったら2個とかさ。すげえアクティブだな。やっちゃうからなんかその編集しながら。人の配信見るとか。ああ、はいはいはい。やってるね。やってるから。チキさん、スマホだったら最高なんだけどな。ずっと動かしても電池切れなそう。少なすぎんだろ。2個しかできない。じゃあ、この質問はどうすか？これは、あり。うん。あり。あり。そうだね。その人の、本当の姿が見えるよ、うん、そうだね。そしたら今までのやつなんか全部いらない気がしてきたな。そんなことない。このテイストがいいんだったら高いところ平気とかそういうのいらん気がしてきたな。あ、高いところ平気はいらんと思うわ。あの泉のやつはちょっと質問変えて、お、使えると思う。使えるか。うん。じゃあそれ以外の3も、あ、命を除いて一番大切なものはいいか。あ、それは欲しいね。 OK。 じゃあ翼系のやつは消しました。高いところの話はもうしないでください。はい、見落としません。そうしましたら、はい、第15問、本は読みますか？本は活字？活字。読まない。読まない。一冊も読んだことない？いや、さすがにある。な、中学生ぐらいの時に、はい。あの、なんだっけ。名前忘れちゃったんだけど、作者の名前。はい。あの、リアル鬼ごっこって小説めっちゃ流行ったじゃん。ああ、山田。ああ、そうそう、山田。さんだっけ？ゆうすけ、あれ？ゆうすけ。ゆうすけ。そう、どちらか。うん。どちらか。めっちゃハマってて、うん。その人の小説は結構読んでた。なるほどね。確かに、あの、なんて言うんだろうな。なんかファンタジー系というかね。そうそうそう。ファンタジーで、なんかホラー、うん、ホラー、うん。サスペンス系？なんつうの、うん。人が簡単に死んだりする系？うん。とか、あとじっとり怖いホラーとかも返したりして、うん、好きだったね。確かにいい、なんだろうな、中高生にめっちゃ人気ありそうな感じ。あ、そう、あんまり見なかったな、その時は。うん、私も好きだったな。あ、そうなん。うん、あとね、あの、まあ、ちょっと、もうちょっと年齢層上かもしんないけど、うん、伊坂幸太郎さん。ああ、はい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 。がある。死神の制度とか書いてた人なんだけど。でも、あの作者の名前は知ってる、うん。うん。有名な方だよね。そう。まあ、その人も結構そういう感じの。あ、そうな。そう。だから結構好きで。ちょっとおもろそう。読んでましたね。なので、私は、うん、今は読んでるかって言われると、うん。まあ、実況始めてからあんま読めてないっていうか、ほぼ読んでないんだけど。まあ、しょうがないよね。ああ。読んではいた。読んではいた。読んではいた。うちも読んではいたになるな。多少。でも多分、スンさんの読んではいたより私の読んではいた方がすごい上だと思う。いや、まあ圧倒的でしょ。うちだって中学3年間の夏休みの読書感想文全部同じ本だもん。一回読んで、その1年後にパラパラパラって見て、あ、こういう話だったなってまた書いてるから。怖っ。先生も多分思ったよ。いや、3人変わるから。あ、そっか。バレてないよ。これはいる？
人によるな。自分が本読む人だったら、うん、なんか面白いなと思うけど、この質問、うん、聞きたいと思うけど、うん、うちが本読まない人だから、うん、なあ、別にいらねえかな。そんな面白い質問ではないもんな。じゃあ削除。さよなら。はい、では第16問。はい。今あなたの隣にあるものは何ですか？え、怖、びっくりした。あなたの隣にまで聞いてちょっと怖かった。私はあれだね、だからスンさんの生き量が隣に。そうだね。うちのじゃないんだけどね、多分。うちのじゃない、別の誰かの生き量がついてんだろうね。いや、でもあなたの声でしたからね。嘘だ。そんなうちシェイキーさんのこと考えてないよ。自意識過剰。ちょっとね。隣、うちの隣は今、うん、空気清浄機。ああ、そんな近くにあんの？まあ割と、ちょっと部屋が狭いからね。おお。置く場所がもうここしかなかったって感じ。はあ、まあまあそうだな。はい、真ん中が自分で、うん、左に空気清浄機で、右にハムスターがいる。なるほどね。そんな感じです。ああ、これはいるかい？ごめん、もう消した。早いな。早いな。一択だったんだな、ジェギーさんの中で。前振りがないと全然なんて答えたらいいか分かんない。そうだね、よかったね、生き量の話しといて。生き量の話がよかった。ありがたいね。聞いたわ。伏線になってる。じゃあ第17問。はい。喜劇と悲劇、どちらが好きですか？これは見る側、自分が味わう側。見る側だね。じゃあ悲劇。悲劇。うん。はあ。やっぱ悲しいのが好き。そうだね、悲しいのとか、後味悪いのとか。ああ。報われないのとか好き。ああ。そういうの見て笑ってそうだもんね。笑わないよ、別に。ちょっと、ああ、面白ってなるぐらい。ああ。せいぜい。あれでしょ？口を押さえて、なんか。ちょっとニコニコしてるやつでしょ。まあそうそうで、だいたい合ってる。ああ、だと思った。じゃあどっちなのよ。私は、うん、悲劇かな。ほら、悲劇じゃん。悲劇ってなんかあんまりイメージがないというか言われてもなんかピンとこないよな。喜劇？え、悲劇？喜劇。喜劇？喜劇。まあなんかハッピーエンドかバッドエンドかじゃないの？ほう、ハッピーエンドっていうわけではないでしょ、だって。なんかさ、チャップリンみたいなやつじゃないの？人をなんか笑わすみたいな。そういう意図なのかな、この質問。コメディ的なことでしょ、喜劇って。あれ？あれ？あれ？あの人、え、ミスター・ビーンみたいな。そう、チャップリンでいいじゃん。チャップリン知らんもん。多分今見てる人たちも、見てる人たちもチャップリンは知らんもん。私も知らんわ。いつの時代で。ジェキさん生まれてんじゃないの？生まれてないわ。そういう意味だったら、うん、喜劇もまあ面白いけど、三谷幸喜さんとかね。あんまがねえな。わかんない人いる？日本人で。知ってるけど。うん。あんま知らない。映画の人でしょ？そうだね。何の映画の人とか知らんもん。ああ、まあそうだね。見てないとわかんないよな、そりゃ。ちょっとあんまイメージないですね。ちょっとミスター・ビーンの方がやっぱわかりやすい。かな。ミスター・ビーンも見てねえだろ。いや、見た見た見た。うち、あの、授業中に見た。小学校の時。ああ、見させられるやつか。そう、担任が好きで。ああ、
あれは面白かった。ほう。三谷幸喜もそういう感じ？うん、でもなんか、あれじゃない？日本語がわかる分。うん。もうちょっとなんか、なんだろう。中身を考える感じになるんじゃないかな。確かに。いやなんかでもそういうさ、うん。作られたもの、作られた面白さっていうのが本当に面白いかどうかってさ、やっぱ人によるじゃん。うん、まあそうね。万人に受けるものではないと思うんだよね。喜劇って。ではあるよね。うん。っていうなんかちょっと先入観もあってあんま見たことないから。ああ。まあうん。なんとも言えないかな。この質問ボツだね。この質問はダメですね。なんとも言えない出ちゃうともうボツだね。悲劇も言うってそんなだもんな。見てないじゃ見てない。そうなんだよね。悲劇がね、あんまイメージつかなかったんだけど、自分の中で解釈しちゃった。こう後味が悪くて報われない、なんか、バッドエンドの映画が、うん、かなと思って。うん。まあそういう、ま、映画って多いしね。うん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 。まあ、ちょっとこれは、喜劇対悲劇っていうのがそもそも間違いかもしれない。そうかもしんない。ああ比べるもんじゃねえ。もんじゃない、そう。はい、というわけで、はい、第18問。はい。もしあなたが世界を手に入れたら、まず何をしたいですか？ああ、世界を手に入れる。ね、もう、あらゆる権力と、あと、なんだ、武力と。すごいよね。世界なんだもんね。ああ、名誉。この国じゃなくて。持ってんだろうね。そうだね。え、どうすんだろう。むず。世界を手に入れた時点でさ、ああ、もう何がしたいっていう欲望があるのかっていうところで、ね。確かに。もうだって全部持ってんでしょ。完全にゴールだよね、人生の。いや、でもうちは、カンボジアに小学校を作るよ。世界手に入れて？ああ、カンボジアだけじゃないけど。おお。水と教育の場をちゃんと作るよ。ああ、なんかもう、それはどっから財源を持ってくんの？そういうのちょっと考えたことない。なんどうにかしてくれんじゃないの誰かが。あれあれクラウドファンディングしようよ。なるほどね。どう世界舐めすぎじゃない？ああいいんじゃないでも。あ本当？ああじゃあそれでクラウドファンディングで、うん、学校と水をちゃんと行き渡るようにします。うん、なるほどね。私はね。はい、ちょっと今思い浮かんだのが、うん、その宇宙探索をどんどん進めたいなっていう、うん、ああ外に出るんだ。そうやっぱだからまずは月だよね。月を徹底的に調べてでなんかさ、うん、地球よりも調べやすいんじゃないかなって思って、その水とかないじゃん。そうだね。見えるからさ、なんか見つかんじゃないの。ああ、なんかを見つけたい目的で調べるってこと？そうだね、ワクワクしたいね。ああ、冒険したいんだ。ああ、私自身が何かするわけじゃないけど、うんうん。私の指示によって、いろんな惑星をこう調べてもらうみたいな。そう。でさ、もうなんか、国とかなくなってるじゃん、こんな世界手に入れてるってことは。垣根がないというか。そうだね。すべてが自分の思惑通りに動く感じだとしたら、もうすべての国で今ある技術を結集して宇宙を探索したい。うん、おぉ。怖え。宇宙行けねえ。いや、これは、いい。いい野望じゃん。ああ、でもいいんじゃない？いいね。マジでなんか、うん、火星人が住める説みたいのもあるしさ。うん。
別に住めたところでデッキーさんはどうこうしないんだろうけど、私は地球で、うん、地球でいいです。まあ、でもなんかね、宇宙の新しいこと知れるってすごい感じするから、やってほしいわ、ぜひ。この質問はどう？ちょっと規模でかすぎてよくわかんない。スーさん、ちょっとなんか想像力ちょっと乏しかったんじゃない今。いや、だいぶね。だって、想像つかないもん。自分が世界をこう、なんか手のひらにあるみたいな。あうち、どうしようかなと思って、家建てるとか言っちゃいそうだったもん。大きい家建てるとかって言いそうになっちゃったもん。でも、そのぐらいピンポイントではあったけどね。カンボジアに一軒だって、教育の場を建てるだけでしょ。いやいや、世界に、こう、学校がないところに、あと水とかさ、汲みに行ってるじゃん。うん、もうすごいとこは、うん。そういうとこに井戸とか建てんのよ。まあ、井戸が本当に嬉しいのかどうかわかんないけど。安全な水が飲める整備と、教育が受けられない子供たちに教育よ。それ全ての場所にあるんでしょ、世界。やるよ。財源どうすんの？そうっす。だクラウドファンディングでなんとかなる。クラウドファンディングでいける。うちもやるから。強制力はないんでしょ、だってそれ。え？強制力はないんでしょ、クラウドファンディングに。ないない。集まるからね。じゃあ世界のトップに立ってるってことは、自分もお金持ちじゃん。おう、多分。だからさ、なんか指示して作らせればいいんじゃないの。え、指示したら作ってくれんの？それ聞いちゃダメでしょ。作れっつんだよ。え、怖っ。ジェイキーさんもじゃあ、宇宙行ってこいって言うの。いえいえ。財源知らん、そんな。お前ら出せ。うわぁ、やだ、このトップ。デモが各地で起こってそう。そんなのも一瞬で鎮圧するから。あー怖い。誰ローグライクなんかやらしたの。いや、どうこの質問は。いや、別にいらないっすよ。いらないね。だって世界いらないもん。うん、いらない。ちょっとよくわかんないし、うん、やめよ。難しいし。じゃあ第19問。疲れてんだろ。疲れてないよ。疲れてるだろ。疲れてはないよ。そっか。第19問。はい。どうしても忘れられない曲はありますか？曲。どうしても忘れられない曲。おお。なんか、なんだろうね。初恋の時によく聴いてた曲とか。初恋？もしくは、なんだろうな、その心が掴んだ時に癒されてた曲とか。私はね、はい。まあ、忘れられないというか、忘れようとしたことはないんだけど、一番心に残ってるのが、バンプオブチキンの、ホリデー。へぇ。その日曜日じゃないか、休日なんだけど、うん、あ、休日じゃねえ、休日じゃないんだけど、あ、休日じゃないんだ。そう、休日じゃないんだけど、うん、自分に休日って言い聞かせて、うん、あの、また眠ろうっていう話。二度寝する歌ってこと？そう。めっちゃいい歌じゃん。感動したわ。そんな歌があるんだ、この世に。うん。めっちゃいいな。そうなんだよね。これを、ちょっとあの、高校時代ずっと聞いてて。うん。まあ、遅刻魔になったんですけど。歌通りのことした？もしかして。したね。毎日のように聞いてたからね、これ。これ聞きながら通学してたから。ダメな学生だったんだな。これ聞きながら通学して学校行かずに本屋行ったりしてたから、うん。ああ。ちょっとなんか違うものに憧れちゃったんかな。
そうだね。やっぱあれだから、学校行っても友達いないから。いや、そうそう、そんなことないよ、大丈夫。友達 いたでしょ。学校行ってもね、出す人がいないからね。もうとりあえずホリデー聞いて本屋行くっていうね。これが私の通学でしたからね。通学してねえから。今んとこ通学してるって言いながらサボってる人だよ。いや、楽しかったな。本屋行くの。ああ。まあそれよかったかな。忘れられない曲。ああ、いや、これマジわかんねえわ。わあ、ないわ。ない。どう、この質問は。いらない。ないもん、忘れられない曲か。思い入れのある曲ないか。まあちょっとあってもね、ここの場ではお話できないことだからな。ね。何、意味深な感じだけ残す。あれかい、んキャッツアイの曲かけながら強盗してたとか。盗みを働いてた。盗み働いてた。やったことねえから。違うか。ない。ない。OK。はい。じゃあ、第20問。はい、次。歌は好きですか？好き。好き。これは、いる。まあ、ちょっと次の質問が歌関係だったら、いるかもしんない。うん、歌関係です。あ、じゃあちょっと先、次聞きましょうか。第21問。はい。よく歌う曲は？あー、あれ、これ第21問だけでよくね。いや、でも好きかどうか聞かないとさ、いきなりよく歌う曲はって聞かれてもさ、いやちょっと歌好きじゃないんですよねって言われたらもう、あー、そうか、気まずくなっちゃう。え、じゃあこれ第20問でさ、歌は好きですか、いや、あんま好きじゃないんですよねっつったら、21問消えるってこと？いや、聞く。あ、聞くんだ。でもさ、なんか鼻歌とか出るじゃんって。なんかキューピーの3分クッキングの歌とかね。あ、あのメロディーとかね。まあ確かに何でもできるが。そう。じゃあこれ、さっきの質問もこの質問も残しでいいんじゃないですか。うん、そうだね、いいと思う。歌う曲、カラオケとか行くんだよね、すんさんも。行く。ああ、ただ何歌う？行く人によって変わるんだよね。ああ、まあそうだよね、確かに。ちょっと難しいな。歌ってて一番好きな曲っていうか気持ちいい曲ってなんかある？歌ってて楽しいとか。ああ、自分が好きな曲ってことだよね、歌うのが。そうそうそう、この曲気持ちいいんだなみたいな。私は、はい、ポルノグラフィティの、うん、ハネウマライダーとか。ああ、あの曲か。うん、あれなんかポカリスエットかなんかの CM だったよね。あ、そう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 。うん、確かそうだった。ポルノもいいよな。そう、ジョバイロとか。あ、いい、ジョバイロ好きだった。いいよね。めっちゃ好きだった。うん、よく歌うね。なんだろう。なんですか？あ、むず。そんな迷うかい。友達と行くと、うん、絶対マキシマムザホルモンは歌うんだけど。はあ、別の友達と行くと、はあ、ボーカロの曲とか、うん、ばっかになるかな。うん、あとよく歌ってって言われるのが、はあ、君の知らない物語。なんて？え、君の知らない物語って知ってる？君の知らない物語？誰の曲？わからん。化け物語の曲。おー、アニメ。え、多分聞いたことあると思うよ。おお、化け物語っていうそのアニメだよね、うん、多分。そう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 。
それを見たことないんだよな。あー、じゃあちょっと知らないかもしれないですね。ああ。じゃあちょっとわかんないかもしれないですね、お客さん。いい曲なんだ。うん。まあ確かに歌ってて気持ちいい曲ではあるかも。まあでも人によって変わるよね、行く人によってやっぱ。変わるよね。最初っていうか初めて一緒にカラオケ行く人とかさ、うん、結構戸惑わない？戸惑う。なんなら伝わるみたいな。ああ、まあでもなんか、気にしなくてもいいのかもしんないけどさ、やっぱその空間を楽しみたい、楽しい空間にしたいっていうのもあるし。そうそうそう。なんかこいつ知らん歌ばっか歌っとんなって思われて帰るのもちょっと嫌だよね。嫌だね。だから本当に一人でさカラオケ行ったりした時期もあんだよ。あー、人から確かに行く行く。結構前なんだけどさ、おう、そういう時はもうマジで誰にも気兼ねなくさ、うん、歌えるからもうずっとアニソンメドレーしてたり。いや、わかる。うん、なんか足りないよね、時間。そう、一生入れるよね、人からって。一生入れる。喉潰れるまで痛いもん。わかるわ。まあこの質問もいいですね。うん、残しで、残しでいい質問です。OK。 じゃあ第22問、はい、思い出の場所はありますか？思い出の場所。思い出の場所。何の思い出でもいいんだ。何でもいい。私はね、もうさっきも言ったけど、はい、あの学校行かずに、そう言うんじゃないよ最近。当たった。気持ちいい。これ何ポイントくれます？これはね、うん、ゼロポイント。ゼロか。なんで？ゼロなの？私が言いたかったから。あー、ごめんなさい。失礼しました。そうだね、本屋だな。確かにそのエピソードだと思い出になるね。うん、だって学校より通った気がする。せめて学校の方が行ってろよ。それはちょっと嘘だ。学校の方が行ったけど、うん、学校より好きだった。あーかな。思い出の場所ってむずいね。うん、まあまあありきたりだけど、うちは、うん、高校、通ってた高校の、うん、休憩室かな。高校に休憩室があった。そう、うち動物がいる高校に通ってて、おう、その作業着に着替えるための更衣室と、おう、その動物の世話して、休日とかね、動物の世話しに学校行って、おで、それが朝と夕方にあるから、その間休憩室で時間を潰すのよ。あー、そっか、もうずっといないといけないんだ。そう、高校から別に出てもいいんだけど、うん、めんどくさいからまた戻ってくるのが。あ、友達もいるし、あ、そこで時間を潰すっていうのがあって、そこかな。へえ、大変だね。大変だって、バイトできなかったもんだって。高校生なのに。そっかそっか。通学も時間かかるから。ああ、学校ある日もバイトできないし。へえ、休日も学校みたいな。うん、じゃあもうずっとそこで友達とおしゃべりしたりっていう。おしゃべりして、うん、なんか映画見て、うん、あと麻雀牌持ってって麻雀してた。ああ、思い出の場所だな。そう、思い出でしょう。ああ、それは思い出だ。で、卒業式の日にそこで、全員ピアスを開けんの。高速で禁止だったから。全員そこでピアス開けんの。うん、かわいそうだな。これ思い出でしょ。え、な、教師たち。あ、まあ、うちの担任はすげえかわいそうだった、確かに。あ、尋常じゃないぐらい髪薄くなってたもん。はあ、まあそこが一番やっぱ思い出詰まってる。なるほど、ね、教室かな。おお、この質問は、まあ、あってもいいんじゃない。あってもいいかい。
あってもいいんじゃない？じゃあ残しましょう。はい、第23問。はい。お酒は飲みますか？飲みます。飲みます。つなげて、はい、第24問。酒に飲まれて失敗したことはありますか？あります。あります。あるんだ。これはね、ちょっとね、あるんすよ。どういう失敗？あのね、ちょっと待って、話して大丈夫なやつ？うん、全然大丈夫。ああ、よかったよかった。あのね、その新刊じゃないんだけど、その、うん、会社に勤め始めて、うん、でまあちょっと慣れてきた頃に飲み会やって、うん、でその時にちょっと飲みすぎたんだよね。うん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 。で普通に家の方帰ってったんだけど、そこまでは良かったんだけど、お帰りになんかね、飲み物飲みたくなっちゃって、はい。で普段全然買わないんだけど、そういうの、おあのいちごミルクの紙パックのやつあんじゃん。うん。あれをなぜか買ってて。で、その、いちごミルクの紙パックを、もう上の部分さ、開けてさ、飲んでんのよ。はい、で、はいはい、飲みかけのやつをそのまんま、バッグの中に放り込んだって。それによって、私の書類、大事な書類がすべて、いちごミルクまみれ。うわぁ。怖っ。でも、バッグもいちごミルクになっちゃってるから。そうだよね。もう、ベッドベトだし。もう、全部ゴミになっちゃったじゃん。もう、全部ダメ。っていう失敗はあったね。なんか、地味だけどすげえ嫌だね。すごい嫌でしょ。地味だけどすげえ嫌だ。うん。いや、これはショックだったな、マジで。なんかあった、スンさん。ちょっと。お。言えない？うん。言えないこと多いな。うん、友達の酒の失敗の話だったらできるけど。いらない、いらない。あ、いらない、いらない。知らん、そいつ。はい。そうね。言えない。言えない。言えないかな。朝知らん人んちで目覚めたとか。いや、それはない。びっくりした。間を開けるんじゃないよ。大丈夫、ちゃんと知ってる人の家だったから。あー、なるほど。大丈夫です。あー、そういう感じね。はい、次。この質問は。いる？この質問は、いや、あっていいんじゃないですか。ちょっとうちもね、考える時間がちょっと欲しかったね。あー、ちょっとあの、言葉を整理するためにね。そう、言っちゃいけない言葉を言いそうに。あと、言える失敗エピソードをちょっと探してたんだけど、あんまりなかった。あれっすよ、あのそんなにあの奔放な人じゃありませんからね、皆さんに。あ、そうですね、もちろん、うん、それその失敗は別になんか何回もやってるわけじゃないんで大丈夫です。全然フォローになってないけど。なってないか。はい、そういう人です。ではフォローしてたのに。第25問。はい。好きな映画は何ですか？お。映画です。これはもうジャンルとかじゃなくて。うん。バンと固有名詞。一本答えて。はい。やっぱりアベンジャーズ。ああ。エンドゲームかな。うん。です。そうね。うん。我々はもう二人とも大のアベンジャーズ好きですからね。うんうん。うん。マーベルファンですから。そうだね。正直あれを超えるぐらい、ほう。泣いてこう、なんだろう、熱くなれた映画はない。
おー、もうその後の作品も来れない。そうですね。おー、ちょっとね、強行収入、興行収入、興行収入、興行収入は怖いよ。ちょっと漢字が逆になっちゃった。お前金よこせよっていう方向してっから。カツアゲだった。カツアゲ。カツアゲじゃなくて、興行収入。ああ、はジョンウィックに越されたじゃん。うん、アベンジャーズって。うん、でジョンウィックも1からずっと見てたけど、うん、やっぱうちはアベンジャーズが好き。そうね、私もジョンウィックめっちゃ好きなんだけど、うん、アベンジャーズだよな。いや、わかる、めっちゃわかる。いや、めっちゃ好きなんだけどね、ジョン・ウィックも。そう、超面白いんだけど、うん、やっぱアベンジャーズなんだよな。だね。うん、ちょっとシリーズ全体が良すぎて。そうだね。うち最初アベンジャーズから見たのよ、マーベル作品。うん、うん、アイアンマンとか一個も知らんけど、アベンジャーズ見て、うん、面白くて、うん、で、その出てるヒーローたちの映画、うん、キャプテンアメリカとか、そっから見ても全然面白い。うん、おー、そうだね。ぐらいだから、もう多分みんなハマるんじゃないっていうぐらい面白い。うん。いや、本当にいい作品ばっかで。そうっすね。あ、5月、うん、5月ガーディアンズオブギャラクシーやりますよ、うん、お、新作、新作出ます。いや、いいね。ちょっと今から緊張してる。楽しみ。私も結局マーベルになっちゃうんですけど、うん、ドクターストレンジの、うん、マルチバースオブマッドネスっていうね。あー、面白かったね。ちょっと前にやってた、あのね、サムライミがやったんですよね、監督を。あ、そうね、そうそうそう、そう。で、サムライミ自体は私はあんまり好きじゃなかったんですよね。こんなこと言うとあれなんですけど。まあまあ好みはありますから。あのスパイダーマンの、なんだっけ、いや、わかんない、スパイダーマン、スパイダーマンシリーズの2作目のスパイダーマンシリーズをやってたんだよね。そうなんだ。そう、あれ、あのミステリオの時、え、かな、あ、2作目ってそういうことじゃないか、トム・ホランドじゃなくてってこと。あ、そうそうそう、あの、はい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 、トム・ホランドじゃなくて、その前の、アメイジング、あ、そう、アメイジングスパイダーマン、スパイダーマン、うん、の監督がサムライミだったんですけど、あ、そのアメイジングあんまり好きじゃなかった。だけど、うん、今回ドクターストレンジのこの作品は本当にめちゃくちゃ好きで。いや、よかったね。そう、もうちょっとで、だってそれ先入観で見ないまであったじゃん。あった。いや、大したことないんでしょっていうのがやっぱ来ちゃってたから。でもなんかね、サムライミがね、あの、うん、ホラー映画の監督なんですよね、もともと。で、今回、ドクターストレンジがなんか、すごくびっくりする要素が多いというかね。あ、そうだね。そう。わかる。ちょっとあの、びっくりホラー系の、うん、驚かし方とかあって、ね、うん。そうそうそう。それがなんか、すごくうまくマッチしてて。うん。で、ドクターストレンジも一番、あの、アベンジャーズ好きなキャラクターと言っても過言ではない。うん。あのキャプテンアメリカとね、ちょっと並ぶ私の中で2大ヒーローなので。いや、キャプテンアメリカ好きなのめっちゃぽいな。キャプテンアメリカ好きそう。キャプテンとドクターストレンジが今私の中でトップ2。あー、なのでちょっとね、やっぱりいい監督に巡り合えたなというね。そうだね。うん、これはすげえ好きだった。おう、個人的に全然なんか1、ドクターストレンジの最初の映画より全然面白かったよね。ああ、そうだね、好きだった。まあでも1も好きなんだけど、うん、てか1が好きだからドクターストレンジ自体好きになったんだけど。確かにね。うん、
プラスで、プラスアルファでめちゃくちゃいい作品だったなっていう。うんうん。いや、素晴らしかった、あれは。ああ。いや、いいね。もう無限に話せんだけどね。いいね、そうだね。アベンジャーズ。この質問絶対必要だね。うん、これは必要。うん。残しててください。はい。行ったところで、お時間がいい感じなので。はい、あ、ほんまや。うん。25問しかできなかったけど。まあまあまあ。4分の 1? 2人答えてるからさ、でも。まあそうだね。倍かかってるから、時間が。大丈夫、大丈夫。そう。いけるいける。はい、というわけで、今回はここら辺で終わりたいと思います。はい。なんかね、この質問、こうすればいいんじゃないとか、あったら、コメントいただけたら嬉しいです。ね、ボツになった質問、いや、私はいいと思いますとか。うん。ちょっと、あったら、欲しいで。あったらいいね。うん。はい、というわけで、本日はここら辺で閉店したいと思います。ここまでお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。また再来週お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。